死ぬほど胃が痛かった。飯食ったら治った。まだ少し痛いし。数学のやりすぎじゃない。そうですね。実際ここの辺り来てみると、ほとんど日中は車の出入りがないんですね。ですから少し奥まったところだとスケートボードをやってても安全な場所だと思われますので、この辺りも子どもたちの遊び